ございます。寝癖がすごかったので前髪を濡らしました。後ろも寝癖がすごいんだが、よいしょ。今日は5月13日よいしょ。コメント読むね。バンジャラモンスターさん、アビちゃんさん、いや、ネム、ヤスさん、アルさん、カズリンさん、タンタンさん、リスコさん、マスオさん、マルさん、エンジョーさん、クンさん、ハムの野郎さん、白メガネさん、グラハムさん、ノリさん、ヤスベイさん、N164 さん、ハヤトさん、タックンさん、トナカイさん、お久しぶりです。瀬田川さん、石原よしおかさん、もちゃもちゃさん、ひょうさん、ランディーオートンさん、糸電話の糸ちゃんさん、ベンゾーさん、アーツさん、アッキさん、つなきちさん、瀬戸内のミニマローさん、平手おじさん、ビッグボスさん、テトさん、かっちゃんさん、かっちゃんさん、いってらっしゃい、きよ兄さん、クレイジーさん、ジョークスノーさん、ホーリーちゃんさん、こじこじさん、ユナイテッドさん、野菜炒めさん、ゆうさん、坪井祐介さん、あやさん、哲夫さん、宮本浩二さん、なべちゃんさん、おはようございます。ほりちゃんさん、いってらっしゃい、頑張ったね。だいちゃんさん、おはよう。コメント山、寝癖があるんだな、これがすごいことになっとったけん濡らした。今日は目覚めたよって、よかった。うわ、落ちてきた。近くでコメント読むとき顔が消えるんだよな。おはよう。これさ、めっちゃ動くの、スマホのやつ。なんでだろうね。今日もすっぴんだよ、顔洗っただけ。ミハヒナさん、アマグリクリちゃんさん、おはようございます。マスオさん、50年のありがとう。光合成してないよ、太陽に当たってないよ。朝ごはん食べてきました。なんだったな、アキさん、おはよう。今日の体温は36度6だったよ。そういうのもしよう、今から星だけど、プロフィールのサイリムから変わった、多分変わった、変わったの。いやな、レイカちゃんと被っとったんや確か。受験変えてくださいって言われて変えました。ピンクが良かったんじゃが。いいお顔してますね。昨日は何時に寝ましたか。昨日は11時半ぐらい。昨日はパパがお風呂がパパねーねゆうなで、ゆうな一番最後だったんですよ。じゃけん遅くなって11時前ぐらいに出て、そっから髪乾かして寝た。11時半ぐらいじゃった。そう、前髪伸びたの、これ切りたい。真ん中が今日開く日だ。だいぶ乾いてきた。ユナの前髪はすぐ乾くんです。
今日前髪は開いとる。まあいいや。クレイジーさん50円のようなありがとう。じいさんおはよう。ゆやさんおはよう。ぬいぬいさん、はじめましてかな、初コメかな、こんにちは、おはようございます。朝ごはんまだ食べてないよ。ゆいな、黒パン黒糖パンかな、いいな。ロンリーボーイさんおはよう。カメさんおはようございます。変わってください。ランディオートンさん50円のようなありがとう。ほにゃららジャガーって広島でも言うんだ。ジャガー言った今、言う名語かもしれん。言う名語かもしれん。よしかなさんおはよう。つなきじさんいってらっしゃい。かわまたね。ピンク色が好きなの、家の中全部ピンク、ほぼピンクなの。だからピンクが大好きなのに変えちゃった、変わっちゃった。そう、日付が変わる前には寝るの。12時越して寝るとね、あのね、7時に起きれないの。七並べができないの、うとうと並べになっちゃう。パッションピンクとグリーンですね。そうですね、多分そうでございます。パッションピンクはなんか濃い方のピンクです。蛍光ピンクみたいなやつとグリーンです。なんかそれでもう被ってないらしい。なんで最初に言ってくれんのかね、なんかちょっと嫌だ。買いたくなかった、ピンクとかよかった。だってピンクとパッションピンクでさ、考えてくれとる人もおるやろ。ん？違う、ピンクとライトピンクか。で、なんかさ、うちわとか、まあでもあのうちわとか服とかは多分ピンクに反応するので、ピンクで作ってください。ピンクに目が行きます、勝手に。11時半だと遅いよ、いつもだって10時とか10時半ぐらい。11時までには多分爆睡中。昨日もうとうとしながら、もうこうやって顔見乾かしようと、めっちゃ寝ながら。寝癖がすごいんだ、そのせいでちゃんと串でしなかったから。はよぶつさんおはよう。広島弁かわいい、やった。ともあきさんおはよう。前髪切りたい、ちょっとだけ切っていいかな。ちょっとだけ、こんぐらい。今眉毛より上嫌なんですよ、お子ちゃまみたいになるから。こんぐらい、5ミリぐらい切りたいな。 MKJ さん、みそかつじいさんか、おはよん。おはー、やすみさん50円のようなありがとう。ゆねゆね流してもいろいろ手が、こうやって、そうなんや。なんかあんまり流したとこで癖とかないけん、何でもできる、上上げるのもできるし。じゃじゃん、ヤスさん50円のようなありがとう。カメさん50円のようなありがとう。すっぴんでございます。ゆなゆなが前髪納得いかないと不機嫌になる系女子じゃなくてよかった。前髪納得いかんかったらもうピンで止めるの、こうやって横にするか、こうやって上にするか。全然おでこあんま気にしてないから、ピロンってするの。ヨッシーさんおはよう。でも濡らしとるときはまっすぐしとかんと、乾いたときにくねくねになる。昨日は前髪をもう適当に乾かしちゃったんですよ。だから前髪は朝起きて、あの霧吹きでシュッシュッってやって、こう寝癖直して、こうまっすぐにしてほっとくのが一番いい。そしたらすごい綺麗になる、まっすぐストンって。濃いピンク、さあ
えさくさんおはゆう、ほよぶつさん50年のありがとう、お仕事いってらっしゃい、頑張ったね。ともあきさん50年のありがとう。坪井ゆうすけさん50年のありがとう。ピロピロさんおはよう。そ、前髪目に刺さりそう。くんさん50年のありがとう。そう、おんまゆにするとね、なんかお子ちゃま感が増すの。できるかな、これやん、ほら一気に子供感になるから嫌なのよ。配信前7並べしてるよ、7時から7時20分ぐらいまで。今日26分ぐらいからました。 STU 大大大好きさんおはよう。マスクさんおはようございます。アイスレモンさんおはよう。グルト、ほっぺたぷにぷにさんおはよう。幼いでしょ。そう、めっちゃ子供になるから、やったとしてもこん眉毛ちょうどぐらいそう、お前はちょっとねダメなのよ笑わんとってよお前はダメでしょ。もうあのこの上下で一気に子供になるの。黒猫さんおはようございます。みそかつじいさん50年のありがとう。小沢さんおはよう。そうなんや、10センチも切れんわ、こんなん。そう、さこちゃんより子供になっちゃうよ。 STU 最年少になっちゃうよ前髪だけで。あっちゃんさんおはよう。子供っぽいのも好きって、もう高2だよ。やよん、今日の朝ごはんは何かな。でも朝ごはんからねちゃんと作ることないの、夜ぐらいちゃんと作るの。朝はもう適当に自分たちでしてって感じ。パンでもいいしご飯でもいいし、あ、でも卵焼きとかは言ったら作ってくれる。今日ご飯にするけって言って、卵焼きしてって言ったらしてくれる。あつやさんおはよう。りょうちゃんおはよう。上下左右で一気に年齢層がやばいよ。最年少って言ってもバレん、顔だけ、おでこ全開、おでこ全開、こんな。でもおでこ全開にするときは横の髪を下ろすの、こんな。卵型だな、ゆうなの顔はすごいな。朝にラーメンは食べれるけど食べないなんかで自主投稿の記事が出てた。早まりそうなの。そうなん、自主投稿じゃけあれじゃない、自主弁じゃない、善意管理やつじゃない。ゆなは行かないかな。ママが車で連れてってくれるんなら行くかもヨッシーさん50年のありがとう。アイドルは可愛いのが一番ではやった。テイスさんさんおはようございます。バンジャラモンスターさん50年のありがとう。そう、高2ならココアさんと一緒です。ココアさんと池由良とマリナさんとぐらいかな。クレッチーさんおはようおでこ全開、クレッチーさんいってらっしゃい、かまったね。寝起きから飯食える人が羨ましい。全然食べれるの、全然食べれる。最年少はアリちゃんじゃけロンリーボイスありがとう。ゆなは行くのって聞く前に行かないかなって言われた行かないかな、多分あれじゃない、あの3年生とかがさ受験勉強とかそういうことでさ、なんかどうしても先生と話したりせんといけんじゃん。そういうのがいいよってことじゃない。授業はないんじゃないかな。全員いたら3密になっちゃう、本当だよ。しかも全部の学校始まったりしたらさ、なんかめっちゃ混むやん、バスとかさ。
電車とか混むけんダメじゃない？なんか一律は登校日じゃけ強制的に生かされる。そうなん、強制なん。今日メイクしてない。あ、本当だ、ソラハさんも高2だ。なんかソラハさんすごい大人に見えるの。高3とか同い年に思えない。綺麗すぎる。ミサンガ当選者が昨日から始まったね。ほうなん、当たったみんな。おでこ出すとめっちゃいい女だよ、将来有望。そうなん、そういうのがあるん。そういうのがあるん。さすが余裕な塊なユナ。そう、全然いいの。ユウさんお仕事行ってらっしゃい。川またね。あ、そうじゃ体温忘れとった。さっき言ってくれたのに、わざわざ体温まで教えてくれたのに。ピピ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 、よいしょ、入れました。ピピピピピ。カズさんおはようございます。ゆなゆなちゃんのミサンガ当選報告ありましたか？わからん。どうやって見たらいいん？ツイッター？ゲスさん川またねん。48日ありがとう。なおさんおはようございます。マサタッカーさんおはようございます。大器晩成タイプだよ、オキちゃんと同じ。後からふふ。ほうなん、くじ運ないからな。当たったかな、もう今日明日わかんないね。登校日ある日の朝のユナルーム見れんくなる。ほんまよ、ほんまよ。でも早起きはちゃんとするんじゃろ。早起きせんと学校行けれんねん。大丈夫か。ユナのね、まあなんとかなるじゃろ的発言は好きよ。気楽な気持ちになれる。そうよ、変に抱え込まずに、どうにかなるんや。大丈夫。ゆなゆなみさんが今日じゃないかな、今日なのかな。あれ、一期生さんとドラさんさんが昨日で、二期生が今日みたいな、そういうことかな。パクパクチョ、パクチョさん、パクチョさん、やっほー、おはよう。当たらなくても気持ちが届いてるわ、ミサンガ。よかった。ロナルドさん。おはようございます。グッドモーニング。誰も、ユナユナちゃんに、誰も報告しないんかな。そうなん？昨日、アナちゃんの当選者まで見たよ。ということ、当たった人が、当たりましたってツイートしてくれたん？よいしょ、6度6、元気です。タカさんおはようございます。あ、あった、6度6。これショールームで測るじゃん。でご飯食べるんや、すぐ言うの、お腹減るけん。ご飯食べて、でソファーで室並べとかテレビ見ながらしよって、でまあ1時間あとぐらいに部屋戻ってきたら、今日体温何だったっけって思うんよ。めっちゃ焦る。何か測らなきゃいけんかなって思う。あえおじゅんって噂で知り合いは川又あんちゃん当たった。あ、じゃあゆうなから今日、明日な、微妙な区切り。そうなんかな。ゆうきさんおはよう。当選者はツイートしてるよ。本当？ユウなの？そうなん。おはよう。一律の学校は始まるんじゃないの？わかんないの。全部ママ任せなの。自分で調べなさいってね。怒られそう。ユウナさんおはようございます。なんかユウナの名前呼んだみたい。自分の名前呼んだみたいだ。
そうなんじゃ、何人か当選しましたよってツイート見ましたよ。そうなんや。チャッピーさんおはよう。三中体操さんおはよう。今日も一日頑張ろう、頑張ろう。ソルさんおはよう。おはようなゆなん、ツイート出とるん。よいしょ、もう一個の携帯。ねえ聞いて聞いて、昨日ねなんかママがスマホカバーをね買ってくれとったんよ、通販で。で届いてね、これが来たんですよ。スティッチが、スティッチだって、スティッチが。そしたらねびっくりすることにね、これ iPhone8 って書いてあったのよ。だからユナの今の携帯だって思って8のねはめたのよ。そしたらカメラの位置が違って、この昔持ってた6のやつ、あの透明のケースに入ってた黒いやつ、あれにね入れたらぴったりだったぴったりだった。だからこれは多分8のケースじゃなくて6のケースだったらしい。そう、ママの機嫌治ったよ。ミサンが一個だけ宝探し的に探して見つけるスタイルなら面白いのにね。ね、あ行からやってるから1期生も2期生も一緒に発表してる。あ、そうなん。じゃあでもアナちゃんまで言ったんだ、リュウナまで言ったよね福津さんおはよう。なんか機内モードになってる。ここは機内じゃありません。トン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 。じゃあ今日なのかな、ユナ。スティッチはねディズニーのキャラクターなのかな。スティッチはスティッチっていうアニメのキャラクター。スティッチ、そうケースが合わんかったけん6にはめました。おはようキキちゃん。ミサンが当たりますように。アンナちゃんで運営さん力尽きたんじゃ。そうなんかもしれんね。りょうちゃんかわまたね。あんなちゃん当選報告来ちゃったんだ、僕に届いてない。あぎゃあんなちゃん推し、キキちゃんおはようって。おはよう、キキちゃん。今何曲、3曲ぐらい練習しよるんですよ。どうしたどうした、頑張れ頑張れキキちゃん。おいしょ、あ充電しんどった。全部充電しんどるやん。大大大好きさん50年のありがとう。55分だって。キキちゃん壁紙はかじらんね。でもね、あの机の上にあるプリントとかご飯置いとるやつとか食べるね、あなたね。にゃ。あなたはねよく食べますね、かじりますね。あキキちゃん止まれんよ。キキちゃん。はいはいはい。ママだって。ママ。ママって呼びよる。多分ね、ユーナがね、ママって呼ぶんよ。あれを真似しちゃった。ビアンさん、おはようございます。飛び回っちゃった。ママって。キキ
ーちゃんご機嫌斜めっていうか多分朝一番だから飛び回りたいんだと思う。ゆなの部屋でも狭いよ。ママママ、はい、キキちゃん呼びよるよ。あ、はいはい、上。あ、はいはいはい、え、はい、はーい、ピョンした。ウグイスインカ、わー、バイバイ。嘘や、してないでしょ。焦った。キちゃん、そう、前髪乾いてきたかな。よし、なんか歌って終わろうかな。今日は声出るかな。ゆなママの声がしたよ。春だね、もう夏だよ。ほうほきき、夏の鳥ってなんだろうね。鳩。何歌おう。朝ドラ見なきゃ。そうだよ、私も見なきゃ。あれ、志村けんさんが出てるのよね、今の朝ドラ。びっくりした。アリサディーバさん、おはようございます。スポーティージーさん、アンニョン。 Why were you born so pretty?なぜあなたは生まれたのどういうことだ。英語がよくわかんない。生まれた時から可愛い。ボーンって生まれた、違う、骨、違う、生まれただよね。朝ドラ見よっと。ユナも見たい。なんでそんなに可愛く生まれたのか、なんででしょうね。みんなすごい、みんなわかったん。ゆなもなんとなくはわかったけど文章にはできんかった。なんででしょうね。 I don't know、 わかんない。日本語で。そうだよ、頭は良くないかも。ちょっとしか分からん英語も。でも英語は好きなの。洋楽とか好きなの。カラルンよ、カラルンよ。カラルっていうの。あれ歌おうかな、最近リクエスト来とるけど歌ってないやつ。声出るかな。他の曲も歌いたいよね。家族の遺伝子とか、まあまあそれはあるじゃろうけど。
ろそろかな。薄目開けてみた君と目が合った。平均的キスの時間ってどれくらいなんだろう。ロマンティックすぎてこの先がわからない。どういう顔して友達には戻れない。唇を離したらすぐ消えるダイヤモンド。今日から僕が大切にしよう。できるならこのままで潮風に吹かれながら君を一人占めしたい。今まで君が守っていたもの、僕たちが手に入れたこの愛は輝いてる。まるで記憶の宝石。眩しすぎる12秒。12秒でした。 HKT48 さんの12秒でした。乃木坂さんおはようございます。おはよう。初見さんも一人いたね。おはようございます。トゥ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 。なんか歌ってほしいのあります？マイクを投げてはいけません。マイクは赤ちゃんです。部長何がいいかな。捨てるのならキュン呼び捨てファンタジー。何がいいですか？呼び捨てファンタジー？トゥルトゥ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 か。トゥルトゥ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 。トゥルトゥ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 。トゥ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 ル。トゥルトゥトゥルトゥ。あるんかな呼び捨てファンタジー。でも一番しか歌えないよ。カミテルさんおはよう。混雑したカフェテリアで仲間たちとI'm not afraid to die.
び捨てにしてほしいの思わず今日何曲でも歌おう。時間あるけん朝お腹が減るまで。お目目が赤いでちゅ。何って言っとったっけ。まてなぜたかん。トゥトゥトゥルトゥル。カーテンの中、太陽と彼女と私、ぐるぐる包まれてプライバシー。ぐるぐるカーテン、間が分からん気がする。分かるっけ？覚えてるかな？歌えんかったら一番で切る。いけるのかな。いつもの夏と違う。違うんだ誰も気づいていないけど、日差しの強さだとか花の色の鮮やかとか、何度も季節は巡ってどこかに忘れていたもの、誰かを好きになる切ない入り口を You know 感じてきた。
オレンジ色のノースリーブワンピースサイドウォークで太陽が似合うのは君だ。レイボースティーを飲みながらなぜ一人微笑むの。テーブルの下さりげなくサンダル脱ぎ捨てた。裸足になってどうするつもり。そのままどこかへ歩いて行くの。ねえ何をしたいんだ。心が予測できないよ。人の行きにせずに気まぐれでそう君にいつも振り回されて呆れたり疲れたり。それでも君に恋をしてる。その中の一人が僕だ。悔しいけどしょうがない。告白もしてないし今の距離感心地いい。普通で楽なんだ。それなら僕も裸足になって一緒にどこでも歩いて行くよ。なんだって付き合うさ。愛しさが背中を押すんだ。自分の気持ちは隠したままそう君といると素直になれる。欲しいものは前にある。いつかはちゃんと話せるかな。と違うんだ。君は気づいていないけど会っている回数も触れた指の引き込め方も何度も鏡を見ながら寝癖も直してきたこと。苦しくなるくらい全てがぎこちない。 I know。そのままどこかへ歩いて行くの。ねえ何をしたいんだ。行動が予測できないよ。人の目気にせずに気まぐれでそう君にいつも振り回されて呆れたり疲れたり。それでも君に恋をしてる。ございました。裸足でサマーでした。みんな感じでヘイありがとう。いつもの夏と違うんだ。ドレミドレミドレ違った。ありがとうございました。歌ってみました。最近朝から元気よ寝起き30分45分。1時間ぐらい経ったか。15分ぐらい起きたな。もういつでも歌える。なんかもう、うん、そんなめちゃめちゃ完璧メゾサウナだったらいつでも歌える。ピペさんおはよう。おはよう。日向坂の曲。日向坂はねキュンか。どれみどれみどれみルルルルル。でもじゃけどどっちも完璧じゃない。
太陽の奥、太陽の奥さあさあっているよ。ドゥルドゥ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 ルドゥル。ねむねむさんありがとう。昨日対戦しましたね。太陽ノック歌えるかな。サビだけになるかもしれんよ。エボックさんおはよう。
パチ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 、やったナイスファイト。寝癖がなんかすごいぞ。めっちゃ盛り上がった、やった。なんかあんま48グループの曲歌わなくなってきたよずっと坂道イエやった。湧いたーってみんな今日お仕事？ほいお仕事よ、みんな平日やん、忘れとった。トゥ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 、間違えた。お休みなの？よかった。テレワークです。お仕事よね。みんなそろそろ準備？あ、みんな今日お仕事お休みが多いんだ。もぐもぐさん、もう少し。初見さんだ、こんにちは。今日もオンライン授業だす。めっちゃシュール。ちょっと待って、やっぱダンス覚える方が早いかもしれん。足マッサージ、ふくらはぎがプルプル、力入れんかったら。どうしよっかな。ミュージックビデオをよく見るので覚えているか。
好きを伝えまたしたそうだ。口に出せない言葉飲み込んだままドレミが止まらない。経験不足の恋さ、ドレミドレミドレミソラシド、ドレミドレミドレミソラ、ドレミ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 ソラシド。風が好きように一瞬だった、いきなりドレミにやられてしまった。慣れてない僕はどうすれば、今が出られを見て微笑んでいた。まさか一はありえないと思って、さ君に恋するなんて、僕がちょっと恥ずかしくなって、不器用な態度とっちゃいそう。ドレミドレミソラだけそんなことは想像もできなくって、出会ったばかりの夜に戻ろうか、知らないうちに恋に催眠術をかけられたみたいさ。だってそんなことは想像もできなくって、だから人生はきっと欲しい。ぐちゃぐちゃ、わからないけどドレミを楽しもう。片思いは無意識さ、きっと出会うまで何いつも足りなかった。たった口の中と人が勝った、それを描いてて、もっと好きになって何が変わるんだ。昔の二人には戻れないと思う。恋はいつも突然ドレミのファをすっ飛ばしてくるんだ。ドレミドレミドレ、こんな好きになると思っていなかった。夢中になるなんて生まれて初めてさ。一日中あの空君を思う、この歌が切なくなる。こんな好きになると思っていなかった。一生分の好きをつけ果たしたそうだ。口に出せない言葉飲み込んだままドレミが止まらない。目と目合うだけの胸がドキドキし始めちゃうよ。経験不足の恋さ、ドレミ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 ソラシド、ドレミドレミドレミソラ、ドレミ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 ソラシ、バカない、イエごまかすなってね。ドレミソラシドでした。いや、ダメじゃった、早すぎた。歌詞が早いぞ。いってらっしゃい、みんないってらっしゃい。歯がないじゃないよ。歯がない。おいしょ、イヤホンを抜くぞ。経験不足の恋だ。トゥ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 。ダンスが可愛いね。トゥ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 。朝から湧いたようだってよかった。じゃあ終わりますかの。1時間しましたわ。パテン。電池切れ。お腹が減った。そうだよ、僕とエモ見に来てね。船の公演始まったら僕の太陽公演も見に来てね。元気元気。朝ごはんまだなの。だからお腹が減って電池切れ。なんかあれみたい、なんだっけ、ウッディウッディ、トイストーリーのウッディ。
僕隊見に来てね。仕事頑張ってみんな。今からお仕事、9時からお仕事。ウッディ、電池切れ。朝ごはんなんだろうね。今から食べてくるわ。じゃあ点火タイムをしましょう。そう、今トイストーリー3を見てるの、撮ってるやつを。この前2を見た。トイストーリーちゃんと見たことほぼなくて。よっしゃ、じゃあ点火タイムいきます。糸電話の糸ちゃんさん、はーい。あ、点火タイムはお返事ください、よければいれば。カメさん、はーい。 STU 大大大好きさん、うん、はーい。バンジュラモンスターさん、はーい。アルさん、アルさん、カメさん、いっぱいありがとう。糸電話の糸ちゃんさんもいっぱいありがとう。キヨ兄さん、はーい。あきさとさん、はーい。あずさん、お腹が鳴った、はーい。はーい、すぶちんさん、はーい。すぶちんさんもありがとう。神さんもありがとう。はーい、ウィンディーさん、はーい。初ギフトかな、はーい。以上、ギフトありがとうございます。お腹が鳴る、電池切れだ。よっしゃ、じゃあ終わるぞ。ランキング13位、アキさん、はーい。12位フラペチーノさん、はーい。11位ほっぺたぷにぷにさん、はーい。10位あやさん、9位てつおさん、8位ジョークスノーさん、7位カズさん、6位なるみさん、5位瀬戸内のミニマロンさん、4位ゆもぽんさん、3位マスオさん、2位あきさとさん、1位カメさん。はーい、充電してくるわ、食べてお腹充電してくるわ。はーい、ランキングの皆さん、おめでとうございます。ありがとうございます。前髪もいい感じになってきましたので、今日はもうこのまま過ごします。ゆなゆなの充電今ね 5% しかない。あと5分しか持たないの。よっしゃ、じゃあご飯しっかり食べてきます。それではじゃあ全員転校いきますよ。せーの、みなさーん、はーい。みなさーん、おー、4000人も朝からありがとうございます。はーい、カラオケ聞いてくださってありがとうございます。コールもありがとうございました。それではまたね。また明日かな。バイバーイ、ありがとうございました。5 4 3 2 1、かわまたねー、かわまたねー。